あいや、は <laughs> ってなんだよ。あ、これ電話じゃない方がいいのかもしれない,、ねい,やいやな。いや、いいよ、言えよ。あれ、お前、なんだよ。は言えよ、ハゲ。え、青学に関しては、うん、あの、あれだったんですけど。あれってどれだよ。あれ、バ×バツなんですけど。あ、バツだったのはい、うん、なんですけど、うんうん、これって、うん。 あの一応全部受けた、あの、終わったんですけど、もう、けることもないし結果も出たかもと全部はい。あ、マジえちなみにどこ受けたの、はい、全部。えっと、日東駒線とか、うん。あと、とは、大東亜帝国っていう、ころとかうん。大東亜帝国。結構、うん、下のイフランじゃないぐらいのところです。うん もう一個下のエフランじゃないってどういうことだから、うん、大東亜帝国と、うん、その、世の中でいうエフランっていうところの間の、うん、まあ、ギリギリ名前が通るぐらいのところを受けたっていう感じです。な、何個受けたの結局全部で。6個 ?6 個、六個ぐらいです。6、5個はい。うん。ほんで、じゃあ片っ端から受けたの、ちょっとじゃあ。 言ってってよ。え、でもこれってあれですよね。うん、自分がもう行くところって言った方がいいですかいや、全部、全部。じゃあ、それを最後にしてよ。ああ<ー>。うん。えっと。うん。え、これ電話じゃないやっぱ電話じゃないよいや、いいよ、電話でうるせえな、ハゲ。もう。電話つながってんねん、うるせえな。なうるせえガタガタ言うな、ハゲで。みんなに俺バレちゃうじゃないですか、これ。いや、もうとっくにバレてんねん、もう。<laughs> あ、ちうちう、あの。え どこ行かかってるのああ、まあ、そういうこといや、もう、でも、出てるから遅くね <laughs>。もう、もう遅くね。うん、まあまあ、<laughs> でしょあの、浮かって、うん、うん。ところは、六個中、三つあって。うんうん、あじゃあ、逆に落ちたところは、どこ落ちたの <laughs> どこ落ちたのよ。東洋。あ、東洋大学、はいはい。おいで。 とあと、うんえー、駒,駒沢駒沢。はいはいはい。とかですね。いや、とかじゃなくて、そこの二つだけってこと,とあと、青学。あ、青学も落ちたってことね。で、じゃあ受かったのは逆に。いや、これ言わない方よかったっすね。いや、もういいせよ、遅えよ。違う違う、あの<え>、結果的に、うんあの、報告するのは、あの、うん いずれするというのは分かってたんですけどうんうんなお前今日しこりながらお前に今日しこりながら電話してる今ねん <laughs> 違います <laughs> 何久しぶりなんでうん歯切れが悪いじゃんやったらほんでいやなんか自分的には満足なんですけどうんうん ま満,足満足までいかないですけど。うん。で、まあ、じゃあ、えっと、に受かったところじゃ。じゃあ、受かったところ、だからさい<っ>最後に、ここに行くっていうところは最後に残して、受かったところ、どこどこ、どことどこなのああ<ー>、うん。なるほど。うん。千葉商家っていうところなんですけど。あはい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 。まあそこが一番低い、うん、自分が受けた中で一番低いところ。偏差値どんぐらい ?45 以上です。うん、はいはい。 で次はでアジア、うん、ああはいはいアジア大学ね大東亜のアですうんうんうんわかるよが50ぐらいうんうんでもうかってその上です、うん、でじゃあ結局行くのはどこにしたのえこれ電話で言うんですか <laughs> 言えようるせえな別に大丈夫だ別に大丈夫だよ,、えー、夫だよお前おん 同じ、そこの、そこの大学、大体多分、1000人はいるだろう。どこの学科か言わなきゃ。確かに。うん。え、学科言い,いたい、あ、かじゃなんか、学科がちょっと高いんですよ、自分のところ。ああ、じゃあ学科も言えよ。偏差値52、うん、とか55ぐらいですうん、うんうん。うん、そうなんや。んで、そこは何ていうところなのああ国士官です。おお。 なるほどね。で、なんか、うんうん、アジアと、アジアと迷ったんですけど、うんうん、まあ国士官かなっていう。ま、あそうだね、うん。俺も、俺もその二択だったら国士官だね。うん、はい。で、なんか入金しなくちゃいけなくて、うんうん、いや、アジアが早かったんで。うん。あ,あ、なるほどね。 若干確かにしたああなるほどねまあでもよかったやんまあもともとお前には青学受かれっていう話をしてたけどねえあのー、もともとの目標はそこのレベルだったわけじゃんで、はい、多分おそらくお前そこのレベルを目指してたらショートしてさ多分そこを受かってなかったよ、はい、だから青学目指してもともとの目的のところにね受かったんだからまあよかったやん、はい よく頑張りました。高校の偏差値が低すぎて、保険っていうか、まあ、一応俺のこと知らない人がいるんで、いる、うん、んですけど、うん、低いし、いろいろあったんで、うん、自分としては、まあ、とりあえず受かってよかったなん。 だから別に別にそんなヒゲする必要ないよ。お前の中でそれがなんか自分の中でこれで満足って思ってるんだったら全然それでいいんだって。そう、それをだ世間的にじゃあそれがエフランだの何だのって言われたところで別に、うん、あのお前がそれに満足してるそれでいいんだって別に他のやつに何て言おうがさそこでお前がさ、ねえそれでじゃああのうるせえな,な急にどうしたお前なスズメでもカっとんかおめえ。何の音や今の、うんだピー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 。 え、しこってんのはい。いや、しこってんのえ違います。えや、しこってるいや、違います。だから、そう、別に誰がなんて言おうが、お前が満足してるら別にそれで胸張れよ。<あ>なんでお前そんな電波悪いんだよ、お前。な。いや、なんか、うん、画面が、うん。カクカクなな。なんでだよ。ななんでだよ。 まあでも、うん、まあ受かったんで、うん、いやよかったやんもうとりあえず、うん、勉強はしないかない <laughs> ろよそれは白ろよカスそれは白。ろもう二度と、うん、はいもう二度と何でもう二度と解放されてうん、うん まあ、しないかなっていう感じ。<laughs> や、しろよ。お前、単位取れなくて終わるぞ、お前。お前、大学に入ることが最終目標になってんじゃねえよ、お前、ハゲ。ああ<ー>。うん。でも、お前、もともと東京だっけっはい。あ、そっかそっかそっか。え、なに新宿のキャンパス世田谷。ああ、世田谷のキャンパスなんだ。世田谷に国士課なんて、はい、あったっけ ああ、あの、バジ公園の変化いや、わかんないです。バジ公園ってあの、馬の銅像みたいなのあるところあるんじゃん。世田谷って言うと。んな,なんでわかんないね、ハゲ。なんでわからんね。ハゲ取るのか、おめえ。あ、ちなみにあの、世田、え、世田、世田谷、世田谷っていう駅駅で言うと。世田谷。 世田谷駅、うん、世田谷,世田谷だ世田線かっていや自分はもう詳しくないんでわかんないですなんで詳しくし行ったことないんでどえっ何,何駅だったええー、お前いつからそんな歯切れが悪くなったのハゲいやちょっと緊張で <laughs> なんで緊張すんねん散々なんかお前道路のお前端っこに幽霊がいるとかわけわかんないこと言ってただろお前何してんねんあはいはい <laughs> じゃねえよ幽霊どうなったんだよほんでいやあそれはもう終わりました終わったってなんだよ通わないんで通わないああその高校にね はい、うん、よかったじゃんじゃあいろいろ解決してで兄ちゃんとの仲はどうなったんだよもう離れましたよいや離れたのは知ってるけどたまには連絡取っとんのかいってもうあんま喋ってないっすねあそういうそういえばお前今日連絡は取ってないです今日そういえば卒業式だったのお前はいいや卒業式だったのかいっつってんね あいや、今日じゃないです。え、いつなの ?4?4? ってなんだよ、お前。4, 4, 日4日。4日って言うねん、それ。なあ。お前、<laughs> IQ2 か、お前。4日です。うん。いちいちリアクションが遅いね。3月4日ね、分かったよ。なあ、お前、うん、なんだ、HY の新曲か、お前。なあ。 よくわかんないなんかいや電波がこっちがわからんわ前科があるお前前科あるのえっ前,前科持ってんのお前いや持ってないですお前さっき今前科がっつって言ってたじゃんえっ電波があ電波がなお前 ISDN かな ADSL か AD ダイヤルアップ接続かっつってんねん,んお前じゃあ w i f i ですうん知ってるわそうだろうなと思ってた、はい、うんまあでもよかったじゃんいやちょっと、うん、はいまああんまりなんか機会がなくてうん連絡する機会がなんかずっと遊んでて、うんうん、遊んでんじゃねえお前しばきますお前それ、はい、なじゃ、まあ、ちなみにない,ついつ決まったのそれ 一番最後は2月の26とかですね、うんうん、26あじゃあ本命が決まったのかってことはいあ,あなるほどね6とかそこらへ、うん、うんえー、そうなのねまあでもよかったよ ーさんのおかげですわうん何お前何をしない、ね、引っ越ししながらやってんのお前今なあ引っ越しのに荷造りの作業をしながら今通話してんかにお前なあ何それとも刑務作業中か便所行ってんじゃねえよ殺すお前 なんでお前、ね、ちょっとの間お前ションベン我慢できなかったなあ聞こえてたんだ。聞こえてたわハゲ。でお前ジョボジョボ落としなかった。耳してるんですけどね。耳してるってなんだお前。でなあお前、ほんでお前スワション派ってことねはい。それは気をつけてるんで。うん、スワション派ね。はい。 うん、お前スワション派なんだね、うん、知らねえよマジで誰だお前は全てプー様のおかげですって言えこれはもう、うん、夏前ぐらいから、うん、いろんな相談に乗って、うん、もらって、うん、それもプーさんのおかげですねそうだろお前 兄貴が、メンタル面も含めて。そうだろ、お前。兄貴との和解も含め。せやろがいすべて、僕の人生すべてプー様のおかげですって言え。はい。はい、はいじゃねえ言えっつってんねえはいじゃねえよ。今、はいかいいえの質問してねえんだ、こっち、お前。 たっぷり負けて、はいじゃねえんだ、ま、ハゲ。はいや、なんか、ほんとなんか、ズレがあるんですよ、うん、めっちゃ。うん。お前の感覚にな。いや、はい、まあ。は電波が悪くてだ。電波がなんで悪いねもしもし もしもしも <laughs> もしもしじゃねえよお前うる二え23秒ぐらいある <laughs> すげえあるやんじゃあ画面がずれてるからうん何言ってんの変だなってうんじゃあ大学入ってからも頑張ってねはいうんああじゃあ電波がいいときらまた来てねうんはいこれからもうん 了解じゃあねおめでとうはいありがとうございましたおイバイバイバイ,バイっつっていいじゃんこいつは、うん、あっか、うん、最後まであホっかこいつはうんまあ合格おめうんまあということでございましたうんあの全てが僕のおかげですありがとうございますうん <laughs> いやもうだってこいつの相談長かったからねこいつのこの受験に関する相談の一番最初多分4月とかだよ確か4月か5月でだって俺が動画アップしだしたのが5月でそれより前だからうんだから1年ぐらいこいつの相談にずっと乗り続けててうんそう であのー、全国模試を受けるたびにあの結果報告しろとかさ、うん、あの共通テストを受けるときに全部自己採点もちゃんと報告しに来いとかさ、全部あの俺が、あのー、こいつの管理してたんだから、お前勉強の進捗の。だからあのメディケイトみたいなもんだよ、お前細い,細い竜みたいなもんだよ。<laughs> マジで。<う>あのー、ドラゴン細いみたいなもんだよ、マジで。 うん、そうね、これで何十万も細いは取ってるでしょこれタダでやってんだからね俺はすごいだろ本当に、うん、俺のおかげで大学受かったって言え、うん、マジで分かったかそういうことじゃん <laughs> で大学に入ったらお前大学の同級生の女子たちに プーさんの配信すごい面白いよって言えバカ。うん。本当に。女子大生増やせバカがよ。わかったかカス人間。<laughs> <laughs> ということでございました。ありがとうございます。はい。